そう、これ湯葉かりんとうっていうやつで、あ、そうそう、湯葉有名でしょ、湯葉使ったかりんとうなんだって。お、ちょっと珍しいでしょ、珍しいでしょ、ちょっと食べてみて、食べてみて、美味しいでしょ、美味しいよね、そうなんだ、意外と美味しいんだよこれ、そう、食感ね、そうそうそうなのよ、で食べてみて、美味しかった、盛り上がってるな、そうそうそう、美味しいでしょね、うん、あー、伊藤さんたちと行った京都の出張のお土産で盛り上がってんだ、美味しいこれ、ね、よかった、美味しいね、俺もやつなし買っといて、うん、食べて食べて、うん、あ、これ他の味の湯葉かりんとも食べて、湯葉かりんと意外と美味しいでしょ、意外と美味しいよね、あ、こういうの好き、こういうの好き、あ、だったらさ、これ食べて、これ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 、にしんそばせんべい、にしんそばせんべい、これすごいよ、ほんとににしんそばみたいな味、びっくりする、マジで、意外と美味しい、食べて食べて食べて、美味しいでしょ、トリッキーなお土産に場が荒らされてるね、ね、美味しいよね、美味しいんだ、意外と美味しい、トラが、まともに戦える場所ね、うまいっしょこれ、そうなんだよ、そうそうそう、かかるとけ、ニシンのこれ、そば粉入ってるって、うん、あー、高橋、お前も一緒に出張行ってなんかお土産買ってたよね、え、京都行って八つ橋買ったの、うわ、マジか、なんかベタすぎてつまんなくない、危ねえ、そうだよな、やっぱこういうの買うよな、八つ橋って生八つ橋じゃなくて、あの瓦みたいな硬い八つ橋かい、あ、わかる、こっちの方が逆にうまいぐらいあるよね、うわっ、やられた、ずらしの八つ橋だ、ずらしたことで湯葉かりんとうたちと対等に分かり合ってる、やべ、家でゆっくり食べてやるから、食べて食べて、ね、食べて、うん、うまいなこれね、硬いけどね、硬いのがうまいね、あ、古川おはよう、おはようございます、あれ、古川もなんかお土産買ってなかった、え、いや、じゃなくてお土産、あ、買ってないっす、え、買ってないの、あ、え、買ってないの、え、買ってない、なんか買おうみたいになったじゃん、なんか時間あるから買おうみたいになったじゃん、あ、買ってないの、ね、一番ダメさ、やべ、時間あるから、まあ、一応買ったから、って買ってない、一番ダメか、ね、そりゃそうだ、まあ、買っとくから、ね、あります、お土産あります、え、買ってあります、お土産、あの、喜んでもらえないと思うんですけど、ちょっと、なにこのやつだし、チョコミント味とか入ってんだけど、なんかめっちゃうまそう、うわぁ、いろんな味入ってるの選んだら、いけてた長い歴史の中で、味で遊んでくれてた、よかった、いけてたんか、あ、これなんか8種類入ってる、ね、ああ、そうなんだ、まあまあ、お土産はいいんだけどさ、なんで嘘ついてたの、え、いや、嘘とかじゃなくて、あるじゃん、ないっつってたよね、いや、でも、なんで嘘つくの、なんか食の中でその嘘とかじゃない、いや嘘とかじゃないです、適当なやつばっかつくなよ、そんなんだから業績曲がんないんだろ、嘘は人としてダメか、お土産のセンスや買ってないことより 嘘が一番ダメなんだ、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 気をつけろお前、うわそうなんだ、いやマジ、え、ちょうだいちょうだい、あ、ほんとだ、チョコミントまず、うわ